はい、どうもノブキックスこと千田信之です。本日アマゾンさんからある品が届きましたよ。すいません、持ってきてください。はい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 、どうぞ。はいはいはい、はい、ありがとうございます。じゃね、届きましたんでこちら開封していきたいと思います。開封していきます。今回ね、この商品をなぜ買おうかと思ったかというと、なぜこの商品をね、買おうと思ったかというと、撮影がね、うまいこといかずにカメラをね、新調するわけにもいかないんで、パワーアップさせようかなと、カメラを。でまずパワーアップするためにはいろいろな部品が必要になるんで、まずはこれを買ってみました。さて何かな、何かな、じゃん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 。お、初めてアマゾンっぽい、わかります？アマゾンっぽい商品っていう、こういうの、こういうのついてるの、アマゾンっぽくないですかこれ。僕なかなかね、アマゾンで商品頼んで、このアマゾンのね、箱をもらうことができなかったんですよ。で全然違う箱で来たりとか、封筒で来たりとか、そんなものが多かったんですけど、これねアマゾンの箱にも入っていますし、なんせアマゾンっぽい。さて、あ、ちょっと見えてたかな、よいしょ、よい、殺し、これは注文書ですね。といって今回買った商品はこちら、この方がわかるかな、こちらカメラのね、備え付けで置くやつ、こう撮影するやつです。まあとりあえず開けてみましょう。じゃん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 。これでね、これなんていうのかな、これローアングル一眼レフ、まあ、X グリップです。 X グリップ購入しました。じゃん。さて中に入っているものを見ていきましょう。あれ、こんだけ、これですね、 X グリップ。わ、なんか意外とですね、で今ね、撮影のカメラで撮影してるんで、これも取り付けることできないんですけど、これいいんじゃないですか、これ。こうやってね、カメラこうやって撮影したりとか、まあ、こうやって撮影したりとかで、本当はもっといろいろ改造したいんですけど、まだね部品が足りないというか、予算がね結構かかっちゃうんで、その予算をかける前にも1個ずつ、ちょっとずつ増やしていこうかなと。でまず手持ちでできる X グリップを先に購入しました。いやね、いいです、いいと思います、 X グリップです。で、これで撮影することによっていろいろね、ここにつけるものができますし、これね1回見たんですよね、関東の YouTuber さんかな、 X グリップと何か部品を作って自分でリグを作ってたんですよ、カメラのリグね。でそれで僕モニターとかもつけたいんで、すごくいいんじゃないかなと思ってこれを購入したんです。まあね、今後どうなるかわからないですけど、まあ、この X グリップを使って今後撮影していきたいと思います。これからね、釣りロケとかそのハンディキャップを持った方と対決をするにあたって、僕が全部撮影をしていかなきゃいけない部分がありますし、三脚だけだったらね、やっぱり難しい部分があると思います。だから X グリップを購入したんですけど、これだったら、あ、ね、こうやって僕のカメラこうやって持つよりも、お願いするときにすいません、こうやってカメラ持っていただいていいですかって他の方にもお願いできますんで、まあいいんじゃないかなと思います。今回は X グリップを買ったのレビューでした。まあなんかあれですね、あっけなく終わっちゃいましたね。まあ後で X グリップはめた感じ、カメラにはめた感じの動画、
こんな感じになります。はい、そんな感じになりますんで、まあまあいいんじゃないかなと、まあ、これで今回ね買ったことによってどん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 パワーアップできたらいいかなと思います。では今回はノブキックスこと千田信之は X グリップを購入したでした。じゃあまた、ありがとうございました。僕は今メグインさんの企画で番長に参加させていただいてます。動画投稿クリエイターチャンピオンシップかな、番長に投稿させていただいてます。投稿した作品は一つになるんですが、多くの皆さんに見ていただいて、でやればできるんだぞというのと、いろいろなことを考えていただいて作品を見ていただいたらいいかなと思っています。多くのね皆さんに見ていただくために番長に参加させていただきましたんで、優勝とかねそういうのは、まあ、関係なく、まあ、できたら優勝できて東京に行っていろいろなイベントができたらいいんですが、皆さんの考え方を少し変えていただいて、ハンディキャップがある方でも普通に接することができるんだよと、それで普通に構えずに普通にやっていけば何の問題もないんだよっていうのを分かっていただければ動画でいいと思います。で新企画千田信之のガチンコ勝負、今後もいろいろいっぱいいろんなことをやっていきたいと思っていますので、応援の方よろしくお願いします。ではまた、じゃあねー。